教えてー。はーい。ケンタ君の相関図を作りたいと思います。おい、お世話になってる先輩が。おお。誰だよ。男が見に来てくれてるよね。宇宙から見た地球の動画とか送られてきて。出てくれてるね。サッカー小学校の時にやってた少年サッカー少年団の。どうもトラビスマンです。ヤリラチャンネル見てますか？もちろん、もちろん、はい、たくさんの企画やってますけども、はい、その中でですね、どんな人とどんなつながりがあるかなどを明確化する相関図を作るという企画をやっていたんですが、はいはい、僕らもやってみようかなと思ったので、はい、今回はですね、こちらの方、ケイタ君の相関図を作りたいと思います。おい、やっとりゃコミュニケーション能力が高いみたいな。そうだね、そうだね、コミュニケーション高いじゃないですか。いろんな人との交流を聞かせていただきたいですね。それでは、レッツ巻き上げた。ケンタ、ケンタ、はい、いろいろ教えて。はーい、お願いします。じゃあ、なんか何が出てくるの最初は。確かに、まあ、憧れの先輩とかじゃん。あ、そうか、そうだね、憧れね。はい、これ先輩は、まあ、平成ジャンプの山田くんに憧れて、うん、事務所に入所したので、うん、まず山田くんですか。ジャリーのチャンネルでもこう言っていただいて、うん、ね、あいつは嫌いって言っていただいて、まあ、逆に嬉しかった。そう、逆にありがとうございます。ありがとうございます。すいません。でも最近はこう、いろいろお芝居にもちょっと興味湧いて、うん、岡田くん。はいはいはい。先輩。ジェリーさんね。はい。お会いしたことはあるの？ジャニーズカウントダウンとか、V6 の宮迫までやられてる時、一対一ではないんだよ、まだ。まだない。なにわのさ、大悟がさ、CM やってた。あ、そうだね。めっちゃ俺、あれ練習したもん。CM 練習した、うん、出ないけど。出ないけど。もし来た時に。なるほどね。どんどんですね。あれかな、あとは、お世話になってる先輩とか。おー、お世話になってる先輩。思いがあるようなね。そうそう。まあ、キンキ、お二人、本当にそうだし、うん、ジャンプのヒカルくんかな。ヒカルのヒカルくん。そう。普段ご飯に連れてくれたり、うん、お仕事のお話を聞いてもらったりして、うん、お兄ちゃん的存在かな。ツアーの時に仲良くなった。あ、そう、ツアーの時に。ヒカル君がこう、山田君を いじってみなよみたいな、うんうん、って言ってくれて、そこからこう、山田君の方向をモノマネさせていただいたり、いじってないです、いじってないです。それこそ、ニーンとかはどうだ。あ、そうだね、ニーンはもうもちろん、まあ、グループトラジャ全体でお世話になってるし、うん、この間もテレビロケの収録があって、はいはい、コツとかありますか、うん、って聞いてこう電話して、したらまあなんか楽しめよみたいな、はい、アドバイスくれたんで嬉しいね。そう、まあ、先輩だけど、うん、なんかすごいさ、距離感もさ、こうよくしてもらって、うん、滝沢くんもそうだよ。まあ、そうだね、滝沢くん、うん、滝沢さん、あ、滝沢くんかっこさん。難しいよね。うん、滝沢くんさん現役で活動してた時もお世話になってたりしさ。そうだね、あの歌舞伎の方で。そうだね、うん、しごかれてたのか。しごかれてたね。しごかれた人ってなんかじいちゃん、尊敬とこの愛情を込めてのさ、ね、熱い感じ。二人はもう受けてるのは分かるからね。そうだね。あとはまあ今先輩がたくさん出たけど、同期とかは、うん、同期はセクゾのソウちゃん、松島ソウ。おー、そうなんだ。そう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 。そうなの、冗談になる。冗談だよね。ソウとはなんか連絡取ったりとかするの？あー、でもするかな。例えばこの映画決まったりとか、ドラマ決まった時とかはメールくれたり。そうなんだ。お前、距離が近い人が一番やんだぞ。優しいもんね、優しいよね、うん、見てるぞ。あ、松松とソウちゃんでさ、3人でセクシーショーやってたりとかね、うん、元グループってことだもんね、そうちゃん。そう、元メンバーだから、プライベートでもね、仲良くて、うん、なんか俺がエンドレスショック初めて出るってなった時に、うん、こうなんか行ってらっしゃい会みたいなやって、そこでやってくれて、現団地で、うん、俺をこう送り出してくれるっていう感じ。はで、ケーキに行ってらっしゃいって。おめでとうじゃないんだ。ちょっとひっちゃかもいたよね。そうそう、だから2回くらい送り出し会やってたよね。やってたやつ、やってたね。ケンタのじいちゃんがね、見たくもないのにマジック披露してくれた。綺麗だなぁ。いいだね。逆にライ、まあ、ライバルつながりで今の
ライバル。今のライバル？ライバル？うん、でも結構リアルな話で言っちゃうと、うん、自分以外のメンバー6人かも。おー、なるほどね。結構今初めて今言ったけど、本当にあのライブとか見ててもかっこよすぎるの、やっぱメンバーの後ろ姿とか。それはありがとう。なんか、なんだよ。なんかそうだから、やっぱ負けたくねえなっていうのはやっぱ毎日思うかな。テレビとか出てても。後輩は？後輩。ああ、そう、可愛がってる後輩になる。そうだ。少年忍者も黒田くんかな。おお、黒田くんだよね。そう、一緒に。ブログ用の写真撮ってくださいとか言ってくれたり、うん、でも可愛いなっていうか、こうガンガン来るっていうか、うん、俺もこう行っちゃうからガンガン。ラウル。あ、フォーレ。不思議な関係だよ。なんかもう先輩とかも気まずい。あれ？どうしたの？いや、めっちゃ売れてるじゃん。でもなんかちょっとこう癒される時もある、こう話してて、うん、見た目はこうかっこいいし、なんかもうクールだけど、もう中身はこう可愛らしいっていうか。うん、よしよしってしてあげたいんだけど、届かないのかな。そうか。あれはご飯行く人いない、仲いい人とかね、普段遊ぶ人とか。友達、キンプリの高橋海人はなんか、この間も AT1 やってもらって、うん、その時連絡くれたり、普段もなんか結構ご飯しようよって言ってくるんだけど、マジでスケジュール空いてないの、あの人。忙しいもんね。そうそうそう。誘ってくる割には全然なんかいついつ行こうよとかないの。連絡し返したらマジで1ヶ月後とかに帰ってくるの。そうだよね、わらみたいな。結構前の話だ、ね、結構前の話だから。もうね、カイトはもうね、ダメ、もう友達じゃないかも。友達じゃないかも。もうダメ、カイダメ。ガイですね。まあ、ガイ水ガイだと、まあ、ご飯をこう行きましょうっていうお約束、うん、まだ行けてはないんだけど、まあ、絶対行く方はいて、玉木さんだったり、あと、ケミケミ、萩原さん、はい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 、ケミケミはケミケミ、あ、そう、ケミちゃん、ケミケミ、ケミケミ、友達だね。でも、玉木さん、萩原さんはどちらかというとお世話になってる先輩になるのかな。友達友達になったらいい。お父さん、お父さん、お父さん、まあ、お父さん的先輩、パパ、パパ、まあでもパパで言ったらね、藤岡弘さんもパパって呼んでたしね。そうね、パパ先輩ね、確かに。キミオくんは友達、キミオくんは友達兼尊敬する人かな。友達やん、お広いよね。じゃあなんか影響受けた人とかは、影響受けた人、まあ、クラも好きなんだと思うんだけど、うん、ディッシュの北村匠海くんは、まあ、お芝居もすごくかっこいいじゃん、歌もすごくうまいし、うん、なんか人もすごく良さそうなのがプンプン出てるんで、うん、友達になりたいなっていうのはあります。俺は、俺らの公式のインスタに DM くんじゃない、そしたら。いやいや、こっちから行けよ。確かに。でもやっぱあれじゃない、ケンタの長年の友達って言ったら千尋。千尋。誰だよ、誰だよ、男男男男、あの、ほんと一般の人で応援してくれる幼馴染。美容師を、そうそう、美容師やってんだけど、美容師見に来てくれてるよね、そう、台とかも、そうそうそう、そう、一回だけご飯行ったことある、うん、そうだよね、マジ、そう、健太と、その千尋くんと俺で、健太が本当に親友ってこと、心置きなくメンバーを紹介できる人ってことだから、そう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 、じゃあ困った時に頼る先輩とか、うん、人いる、そういう相談相手、メンバーいる、よくご飯の、ご飯に行く店主さん、あれ、あのおっちゃん、そうそう、あのおっちゃん、みんなで渋谷誕生会してる、あ、そう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 、いろんな人の話を聞いてる人だから、うんうん、こういう手もあるかもねとか、人間ってこんなにもう考えてることちっちゃいんだよ、宇宙から見た地球の動画とか送られてきて、確かにちっちゃいなと思って。ゲンタ、服好きじゃん、服好き、ファッションにインスピレーションを受けてる人とか、あ、そういうの、まあでもジャニーズ内だと、あのストーンズのホクティ、あ、ホクト、ね、ホクト君だったり、うん、ジャニーズ外だったらジャスティン・ビーバーの奥さんとか、まあ、ケイもそうね、フリー・ビーバー、あ、そう、めちゃくちゃおしゃれなんだけど、とか、あとサトシ、サトシね、あ、あの古着屋、元古着屋の店員、バレルやってる友達、サトシ、じゃあ服のインスピレーションをもらってるのがサトシで、幼馴染がチヒロ。俺会ったことある、あ、ある、あ、あの時のサトシ、あの人サトシさんか、ムール意外と会ってんの。じゃあ、松田天気な
松田元太的な師匠さんみたいな、うん、人生の師匠、人生においてあ、でもあの人怖い振り付け師さん、あ、でもそうかもね、それかサッカーの監督さん、あそれかもしれない、サッカーの、サッカー小学校の時にやってたあの少年サッカー少年団の怖い振り付け師さん、わざって林コーチ、林コーチ、うん、それこそあの夢は空立って努力は足元にっていうその、うん、自分のその座右の銘をこうくれた、まあ、恩師っていうか、うん、もう本当自分にとってもすごく大事な人だし師匠的な存在かな。一番説教してくれる先輩や褒めてくれる先輩とかはいる？あ、でもいろんな角度からこうくれるのは北山くん。おお、北山くんもいろいろお芝居もされてるし、うん、なんかその役に対しての取り組み方とかその一曲に対してどういう角度でこう攻めていくかとか、うん、ストイックだもんね。そうだからなんかすごいかっこいいなと思って、うん、で北山くんってストイックですよねって言ったら、いやいやいや、もっとあのこういう人を尊敬した方がいいよって北山くんがこう口に出して言ってたのが平成ジャンプの中島優斗くんで、なんかみんなの本当知らないとこでめちゃくちゃ努力してて、彼は すごすぎるよっていうのを教えてくれて北山くんの、そうなんで、なんか優斗くんのなんか昔のドラマとかなんか見て吸収しようっていうのは自分の中であるかなって北山くんから聞いて、ということで松田元太の相関図完成、ありがとうございます。でも絶対もっとあるもんね。絶対もっとあるよ、ね、マジで時間とホワイトボードが欲しい。あと4枚ぐらいしてるもんね。皆さんこういっぱい支えられて僕もここまで成長してこれましたみたいな感覚なんで、なんか嬉しい気持ちで山々です。山々です。いっぱいです。ぜひ千尋とサトシの名前だけでも覚えてほしい。ぜひ千尋と話すには欠かせないかも。欠かせない、それでは元太くんキャラ投票お願いします。みんなに支えられてここまで元気に生きてこられました。引き続きよろしくお願いします。マジで、どうも以上トラビスマでした。バイ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 、よろしくお願いします。俺もやりたいよ。やろうでも僕ら疲れちゃったよ。おっ2個ぐらいで終わるの。僕ら多分東京でいるって。加減以外で聞いてるようになる。長いか。いるって。タラスタッタッタッタタ、橋本ちゃん、また来週。橋本ちゃんめっちゃ仲いいね。仲いいから。